ノマドの株価は本日も下落すると見られており、世界中の投資家から悲鳴が上がっています。モモチの目的通りになってしまったな。トカゲの尻尾切りだろうが、まあ裏ではまた再雇用されてるんだろうな。相変わらず賑やかなやつだな。どうしたんだ、雪風。あ、風魔？主様、こちらにいらしたのですか。いや、まあそうだが、やはりやめないか、その主様というのは。いえ、この桃地凪、風魔小太郎様には命を捧げても返しきれない恩義を感じております。どうか我が心の主となり、そばに仕えることをお許しください。だからなんでこいつが主なのよ。っていうか心の主って何？あんたこの人に何したの？何を怒ってるんだ？怒ってないわよ。ただなんでこの人がここにいるのか気になっただけ。ナギ、何か言ったのか？いえ、主様がどこにいるのかお聞きしただけですが。そう、それよ。何よ、主様って。あんたなんでいきなりそんなに偉くなってるのよ。いや、偉くなったわけじゃないが、俺が呼べと言ったわけじゃなくて、ナギが勝手にだな。主様は父上の暴走を止めてくださいましたから。私たちは償いきれない罪を犯しました。たくさんの無関係な人々を巻き込み、一般人の命を奪い、それは決して消えることはなく、そして世界から許されることもないでしょう。ああ、そうだな。しかし主様は、特務中隊の皆様は、その罪を償う機会を与えてくださいました。世界に許されずとも、それでも生きて人々のために刃を振るう機会を。私はそのために戦いたい。私の家族のせいで亡くなった人々のために、この刃を振るわせてください。
そりゃ罪を償う機会って言われると、それはまあ、いや、それも大事だけど、だからってなんでこいつが主様なのよ。普通浅木先生じゃないの。そんなに偉くないし、弱っちいわよこいつ。そのようなことはありません、雪風さん。上級魔族アスタロト相手に一歩も引かなかった胆力は尊敬に値します。それに特務中隊の隊長で、この部隊は世界中を回ると聞いています。どうかその末席に私を加えていただけたら、私たちの罪を償う機会を与えていただけたらと思うのです。随分とあんたを買ってくれてるのね、弱いのに。弱い弱い言うな。俺だって日々努力してるんだからな。と、まあ、この前からこんな感じ。ほーん、そう。へえ。まあ、明日になれば大丈夫だろう。それと主様、浅木先生がお呼びでした。皆さん集まるようにと。そうなの？はい、雪風さんには説明したと思うのですが。俺が主様なんて呼ばれていたから、怒って忘れたな。忘れてなんかないわよ。ほら、急ぐわよ、バカ風魔。何も言ってないんだが。っておい、引っ張るな、服が伸びる。仲がいいのですね。仲良くなんかないわよ。揃ったわね。それではブリーフィングを始めるわ。うん。先日凪くんから届けてもらった情報をもとに、ある程度の地盤の安定化を図ることができた。詳しいことを知りたければ御社のデータベースで各自調べるように。また凪からの情報提供により、いくつか分かったことがあるわ。こちらの映像を見てもらえますか。桃地東洋が接触していた上級魔族、四季の王の現在地が判明したわ。四季の王、人間界じゃほとんど見かけない。四季族の王様だっけ。ええ、凪、説明してもらえるかしら。
父のその行動の是非はさておいて、人間の世界を魔族から取り戻そうとしていたというのは皆さんが知るところだと思います。父たちはその際、どうすれば魔族から人間社会の秩序を取り戻せるか、その一つの手段として色族に接触したそうです。父たちの目的と色族の目的は今現在の段階では一致していましたので。桃地東洋と色族の目的が一致？はい、ノマドの侵略を食い止めるという一点において父たちの目的は一致していました。この場でその名前を出すということは、そのあたりも含めて説明してもらえるのよね？はい。まず、今現在、人間界で目立つ動きをしている上級魔族が複数いるのは、皆さんが知るところだと思います。先日の騒動で弱体化した、大企業ノマドのエドウィン・ブラック。コートララ島を拠点にする、極炎の女王、アスタロト。そして、ノマドと敵対する死者の支配者、四季の王。他にもいくつかの上級魔族が存在していますが、活発に動いているのはこの3体です。ノマドと敵対している？ええ、調べた結果、ナギが言っていることに間違いはないわ。正確には、四季の王はエドウィン・ブラックと敵対している。だからこそ桃地はかの王を利用してノマドにダメージを与えようとした。しかしそれは俺たちによって阻まれ、しかしアスタロトによって成就されてしまったですね。ええ、桃地はおそらく無傷、ないし私たちに勝利してノマドと対決しようとしていたけれど、彼は敗北して重傷を負い、その上でノマドを完全に怒らせてしまった。彼はきっと今ものすごく怒ってる。彼、エドウィン・ブラックのことか？うん。目的が邪魔されて予定が大きく狂ってしまったから。ナギが持ってきたデータには、ノマドの、魔族たちの目的も入っていたわ。にわかには信じられない内容だったけれど。こうやって見ると、奴らはもう何年も前から準備していたわけか。準備って何よ？日本を支配するための？日本だけじゃない、世界中、人間界を支配する準備だ。
金面の戦いでは、すでに日本は愚か、中華連合や米連でも対抗できない規模だ。さらに近年では各勢力内の調略も進みつつある。我々の勝利の目は完全についえていたはずだった。すでに日本だけでも主要議員や企業の過半数以上がノマドに抑えられていましたからね。しかし先日のネット騒動によってノマドの株価は暴落し、その問題を上級役員の責任として首切りに追われることとなった。ノマドは失った信頼を取り戻すことに奔走し、我々に対する圧力も弱まった。幾人かの議員も5社を支援すると表明し、日本政府も2つに割れた状態だ。それっていいことなの？ああ、今まではノマド派の議員が5社に圧力をかけていたが、今はノマドを裏切った議員にその圧力が向いているってことだ。そうなんだ。以前東京キングダムへ行った時、先回りされていただろう。ああいう情報の漏れがなくなったと考えればいい。こちらの行動のほとんどが筒抜けだったが、この1ヶ月はそうではない。今度は我々が奴らの裏をかく番だ、エミリー君。はい、ミス・ナギの情報から色族、そして色の王が次に行動を起こす場所の予測は立っています。彼らの目的もノマドと戦うことですので、狙うのは米連内におけるノマド派の施設です。その情報は父が流し、準備は整っています。準備？四季の王との会話の準備よ。上級魔族とですか、お師匠様？ええ、今ここでノマドを叩かなければ、私たちにはもう勝ち目が完全になくなってしまう。個々の武力ではなく、組織としての敗北よ。それに、もう一つ、もっと重要な情報があるわ。そこから先は俺が、部隊の隊長として、俺が伝えるべきかと。ええ、その通りね。ではあとは任せるわ、風魔小太郎隊長。みんな、さっきの作戦でモモチがアスタロトと戦った際に、あの男はエドウィン・ブラックやアスタロト、四季の王の好きにはさせないと言っていたのを覚えているか？そういえば、そんなことを言っていたような。それって、魔族の好きにはさせないってことじゃないの？俺もそうだと思っていたが、本当の意味はもっと違ったものだったんだ。本当の意味？ノマドが人間界を支配する理由でもある。それは魔族たちによる魔界の王を決定するためのゲームらしい。魔界の王を決定するためのゲーム？ああ、どうやらかなり以前から、魔族の時間だと結構最近らしいが、魔族たちの間ではそういうゲームが流行ったそうだ。
多種多様な種族が乱立する魔族を一つにまとめる権利を人間界を支配した魔族に与える。簡単に言えばこんな内容らしい。魔族らしい傲慢な考えだな。ゲームの駒にされる人間からしたらたまったものではない内容ですが、正直俺も最初はこんなバカな話がと信じられなかったし、多くの魔族もヨタ話程度にしか認識していなかったのだろう。何せ力が全ての魔界と違って人間界は複雑だ。種族の違いもあって人間社会の支配というのがどういう状況を指すのか理解できない魔族も多いはずが、ノマドはそれが資金による支配、国家の掌握だと気づいたのか。それによりエドウィン・ブラックが魔界の王になる可能性が高くなり、敵対する四季の王も人間界に干渉し始めたようだ。エドウィン・ブラックが魔界の王ですって？それと四季の王がどう関係するの？桃地は四季の王へノマド派の情報を渡し、魔界の情勢、ノマドの本当の目的を知ったそうだ。その上で自らの力でノマドに一撃を食らわせようとした。だが目的が同じノマドの打倒なら協力できるのではないかと俺は考えている。あなたの突飛な思考は何度も見てきたけど、正気？相手は上級魔族なのよ。ああ、おバカな無魔族や口やかましいヤタガラス族、それに無口な魔族とだってそれなりに付き合えているんだ。まあ協力できなかったとしても会話くらいはできそうじゃないか。君の提案を受けた時は驚いたけれど、可能性はゼロではないわ。四季の王は桃地とも取引をしている。少なくとも人間だからという理由でこちらを敵視しているわけではないはず。四季の王は気難しい性格です。会話をするならその当人が出向かなければなりません。忍法が使えない主様には酷なことかもしれませんが、いや、みんなの同意が得られたら俺は上級魔族の前に立つよ。それがノマドのエドウィン・ブラックの野望をくじく道なら。あのね、タイマニーとして魔族に力を借りることに抵抗はないの？勝つためならな。お前はどうだ？自分の思いを優先させて負けるのと、何が何でも勝ちに行くのと、どっちの方が意味があると思う？そりゃ勝つ方よ。負けたら何も残らないもの。いいわ、私もあんたの案に乗ってあげる。何より
エドウィン・ブラックの野望をくじくって言葉が気に入ったからね。ああ、私もだ。では、こちらです。本当に会話できる相手なんでしょうか？種族によってこんなにも姿が違うんですね。ナギか。歯医者の娘が何のようだ。はい、こちらは風魔小太郎様。我が父桃地東洋を下した大魔人です。今日は我らが王へ会いたければ力を示せ。桃地東洋がそうだったように、風魔小太郎とやらよ、我ら色族は魂の輝きにこそ価値を見出すもの。さあ、この先に進みたければその力を示すがいい。ちょっと、全然話を聞いてくれないじゃない。そうか、力を示せば奥へ行かせてやると言っているのだ。わかりやすいではないか。そうね、頭でっかちの魔族よりよっぽどわかりやすいわね。これだけで話が通じるからすごいな、うちの部隊は。水木雪風、一番乗りよ。力を示せですって、上等よ。ですが皆さん、大怪我や殺してしまうことになればこれからの会話が。その点でしたら問題ありません、エミリーさん。この場の誰も彼らを殺すことなどできないでしょう。あら、言ってくれるじゃない。確かに色族との戦闘経験はないけど、負けるつもりはないわよ、私は。では全力でどうぞ。主様、お気をつけください。よし、みんな全力で行くぞ。なにこいつら。切っても死なないどころか、ダメージが通っているの。
ていうか、突破すればするほどどんどん増えてきてるんだけど。うへー、どこにこれだけ隠れてたの？全然気配がしなかったけど。一体一体はそれほどでもないが、数が多いな。上級魔族ではないようだが、この不死性、どうやら色族というのは見た目以上に厄介なようだな。確かに見た目がちょっとね。ほう、生きのいい人間だ。我らに囲まれてまだ戦意がなえんか。この程度のことにひるんでいてはタイマニンは名乗れん。さあ行くぞ、片っ端から切り刻んでやろう。っていうか本当に死なないじゃない。これじゃあ先にこっちが疲れちゃうよ。そうね、まさか色族がこれほどと。全員バラバラになるな。背を合わせて死角をなくすんだ。体力の消耗を抑えろ。ここまでですか、主様。いや、桃地はこの色族たちから情報を得たんだろう。ならこの問題を突破したということだ。突破できるなら答えがあるってことだ。全員この程度で諦めるなよ。この程度というたか、生きのいい若者が来たものだ。おっ、大丈夫？ビビってる暇があるなら手と足を動かしなさいよ、バカフーマ。わかってる。にしても、というかすごく好戦的な種族のようね、あいつら。奇妙な種族ですね。ええ、
でも観察している余裕はないわよ。数が減らせないというのは純粋に厄介なもんね。ええ、みんな気をつけろ。次の攻撃が来るぞ。数が多い。このままじゃ完全に囲まれてしまうわね。これが色族、魔族にはこんな奴らまでいるのか。どうすればいい。ちょっと、せっかく凍らせたのを砕かないでよ。こちらの攻撃を学習してますね。これはちょっと危険かも。諦めるな。無敵の怪物なんて存在しないんだ。何か勝つ方法があるはず。っていうか、こんなことになるならなんで事前に教えないのよ、あの人。まさか私たちをここで全滅させる気なんじゃ。疑っている暇があるなら手を動かせ。ナギはサクヤとソラを守ってくれている。俺は仲間を信じるぞ。さすがは桃地東洋を下した男というわけか。でかい。あなたがシキの王。
様が風魔小太郎だな。詰められてもなお心は折れず、仲間を信じるか。面白い男のようだな、桃地凪よ。父上が認めたおのこです。そして後を託した方でもあります。戦う力は桃地東洋に遠く及ばないようだが、はてさて、その程度でどこまでやれるものか。あなたがノマドと敵対していると聞いて。貴様たちの目的は聞いておる。桃地東洋からな。桃地から？死にそうになりながらここへ来たぞ。貴様のことを話しにな、風魔小太郎。俺の？しかし桃地東洋が言っていたよりも随分と弱そうだ。貴様本当にその細い体で桃地東洋を退け、アスタロトの襲撃から生き延びたのか。勝てたのは、生き残れたのは仲間のおかげだ。俺一人じゃきっとここにたどり着くことすらできなかった。正直だな、風魔小太郎。嘘をつかない人間は嫌いじゃない。だが弱い人間は嫌いだ。どうやら桃地凪は我々色族がどのような種族か、先ほどの戦いぶりを見る限りその説明もしておらぬようだな。色族がどのような種族か。我々色族は強い魂に惹かれる種族だ。高潔や人徳、人間が美徳とし誇りとする魂の尊厳、その香りはこの世のあらゆるもので表せないほどの美味であり、我らを興奮させる。
どうやら貴様たちの中の幾人かは我らを満足させるほどの魂の強さを有しておるようだが。どうにも貴様の匂いはまだわからぬな。それはなぜ？貴様が仲間の後ろで戦っているからだ、風魔小太郎。仲間を信頼し、心配する感情は悪くないが、甘えは許さぬ。さあ、その力をわしに示してみせよ。話はそれからだ、風魔小太郎。お待ちください、王よ。ああいうのは妖魔族で見慣れているだろう。だからっていきなり近くで声を聞くとこう背中がゾワーって。二人とも静かにしなさい。王が戦っては勢いのまま彼を殺してしまいます。わしが戦ってはダメか。ダメです。確実に殺してしまいますので。なんか話が変な方向に向かってない？なんかそんな感じだな。すまないな、話がそれた。いや、まあ、はあ。ただ、やはり俺は自分の力ではなく、仲間と一緒に力を示したいんですが。俺はここまで、一人ではなかった。背中を守られ、支えられ、そして俺もみんなと一緒に戦ってきた自負がある。俺の強さを見るというのなら、俺たちの強さを見てほしい。それじゃ、ダメですか？無力さを隠すための虚勢ではなく、心の底から仲間と共に一心同体であると信じているようだな。構わんよ。
さあ、風魔小太郎、彼らを乗り越え、わしのところまで来い。貴様の強さをわしに見せてみよ。これでどうだ。ほう、なんとなく癖が分かってきたぞ。腕を失ったままでは攻防の両方で動きが鈍り、下半身を失えば動けないのは人間と同じだ。みんな、色族への対処は覚えたな。このまま一気に倒すぞ。いや、そこまでだ。王よ、我らはまだ戦えますぞ。アホ、実力を試すためと言うたのは貴様ではないか。本気の殺し合いに興じてどうする。なるほど、その対応と学習する能力は面白いな。人間、いや、タイマニ、わざわざ人間の世界へ来た意味もあるというものよ。主様、ご注意を。ここからが大切です。何？行くぞ、タイマニン、風魔小太郎。あんたは戦わないはずじゃ。うん、そう言ったな。だが、追い詰められた瞬間にこそ人の本性はあらわになるものだ。貴様たちの魂の輝きはどの程度のものだ。さあ、わしを楽しませろ。最後の方、本音がダダ漏れじゃない。だが、あのプレッシャーは本物だ。気を抜くなよ。ああ、上級魔族、四季の王。どれほどの力量か、知るにはいい機会だな。全員、全力で戦おう。行くぞ！理由は何であれ。俺たちは絶対に勝つ！
はてさて、その力をわしに示してみせよ。面白い。アスカ、くれない。私は右を。了解。なんて威力だ。直撃なら紫先生でも簡単に潰れるぞ。先輩、わかった。待ちくたびれたわよ、フーナ。ほう、良い式だ。仲間もそれを信じてまっすぐに向かってくる。なるほど、これが桃地東洋を退け、アスタロトから生き延びた力か。倒れないだと？王を名乗るなら相応に重い理由を背負っているものだ。お前たちよりもな。わしの攻撃を前にして怯えることなく懐に潜り込む胆力、その仲間を信じて鈍らぬ士気、そしてお互いに向けられた信頼、どれも面白い。楽しめたぞ、風魔小太郎。その仲間たち。さて、貴様らは何の集まりだったか。私たちは特務中隊だよ。よかろう、特務中隊。貴様を、貴様たちを強者と認めよう。ありがとうございます、四季の王。いや、先にも言ったが、我ら四季族は強い魂に惹かれる存在だ。その強き者を連れてきてくれたこと、感謝するぞ、桃地ナギ。それで、貴様たちの目的は何だった？桃地東洋から
あなたたちもノマドと敵対していると聞いた。もし問題がないなら一緒にノマドと戦わないかと。ノマド、エドウィン・ブラック、吸血鬼の王か。吸血鬼の王。これも何か関わりがあるのか。どうした、フーマ。あ、いえ、四季の王、吸血鬼の王、極炎の女王、今回の問題に関わっている上級魔族全員が王を名乗っているなと。まあ、強力な力を持つ魔族はその種族を滑る王となる。相応の実力者の称号とでも覚えておけばよい。今はな。それで、俺たちと共闘することは、四季族としてどう？構わぬよ。予想以上にあっさり？エドウィン・ブラックの次の狙いは貴様たちだからな。共に行動していれば、奴と顔を合わせる機会も増えるだろう。エドウィン・ブラックの狙い？桃地東洋が言っていたが、貴様たちはエドウィン・ブラックから依頼を受けて桃地東洋を追い、アスタロトが関わったとはいえ、目論み通りにノマドを傷つけた。エドウィン・ブラックにとってノマドはここ数百年の中で人類を苦しめる最高傑作の道具よ。それを傷つけた貴様たちを、あの吸血鬼は許すまい。傷をつけたのは私たちじゃないのに。我ら魔族にとっては関係ないことよ。特務中隊が約定をたがえて桃地東洋の討伐に失敗し、ノマドが傷つけられた。今の奴にはそれしか頭にないはずだ。うへ、いい迷惑ね。だがこれは好機だ。奴が私たちを追ってくるなら、ここに罠を張って待ち構えれば。いや、この拠点はもう捨てるぞ。そもそも我ら四季族はあの吸血鬼を心の底から嫌っておる。罠など使わず正面から叩き潰し、血へどを吐かせ、
今まで生きてきた時間を後悔させたいほどにな。我ら色族はな、人の魂を食って生きる存在だ。貴様たち人間の言葉を借りるなら、死神という表現が近いかもしれぬ。それはまた、人間とは馬が合わなそうな種族ね。人間から見ればそうかもしれん。だが我ら色族は人間を気に入っておるのも事実だ。他者を信頼し、仲間のために命を投げ出し、見ず知らずの他人のために泣ける生物。その尊厳、強靭な心、魂の高潔さ。人間の魂こそ最良の食料であり、わしらはそんな人間に敬意を払っているつもりだ。だが吸血鬼どもは違う。奴らは血を吸った相手の肉体を呪い、魂を呪われた肉体に縛り付ける。永遠の命という甘美な言葉で人間の魂を堕落させ、腐らせる。おぞましい怪物だ。その通りね、あの男は。おぞましい怪物よ。何よりわしはあの男が好かん、気に入らん。斧が力ではなく他者を操り、それを斧が力だと思い込んでおるからな。確かに。そうだな、戦う理由。その最たるものを挙げるなら、あの吸血鬼が嫌いだからだ。魂を縛り、怪我し、肉体だけでなく、一人の輪廻をも狂わせるのだから。たったそれだけ？面白いことを言う。人間にとって魂を汚されることは、その尊厳を砕かれることは、肉体を呪われ自分自身の意志を縛られることは、たったそれだけかね。それでここにとどまらないというのなら、これからどうするつもりなんだ。ここより東にノマドの息がかかった者だけが集まる基地があるそうだ。そこを叩く。
東って確か。エミリー、その基地の情報はあるか？はい。こちらですね。かなり大規模な基地だったはず。そりゃあまあ、ノマド派の連中が要塞みたいにしちゃったガチガチの基地よ。この人数じゃとても。そう思うかね。ならば、上級魔族の中でも王の名を持つ者の実力がどれほどか見せてやるのも一興か。